ラルンです。オレンジ担当の七瀬キーです。キータンって呼んでください。キータン。いろいろ担当のクラゲイです。ウイチャって呼んでください。ウイチャじゃないよ、ウイチャだよ。はい、ピンクの担当花村リノです。リノチって呼んでください。リノチ。はい、緑のアスカです。よろしくお願いします。お願いします。八号です、よろしくお願いします。いや、もうお辞儀が深すぎて八号ですのタイミングわかんない。バタイ TV。 今日やる企画はですね、はい、アスカの自己紹介を考えよう。今やっていただいた自己紹介って普段ライブでもやってる自己紹介じゃないですか。はい、まあ、やっぱ見てて、やっぱちょっとなんか物足りないかなって。そうかな。なんか AKB さんとかだとなんかこうキャッチフレーズみたいなの言ってっていうのがあるじゃないですか。初めて見ていただくお客さんとかね、そういうところでインパクト残していった方が俺はいいんじゃないかなってやっと気づいたの。遅いな。ね、できない。バタイ TV。 今回はアスカさんの自己紹介を考えようってことなんですけど、まあ、言うては僕もそういう自己紹介ギャグみたいな芸人なんですけど、そういうの苦手だったんですよ。なので、うん、今回はなんか前さ、八号さんが考えてくれたし、なんか仲良いな、ドッカンみたいな。渡辺の元気玉、ドッカンみたいな。今回はそういう自己紹介とかを考える、聞いて自己紹介を考えるスペシャリスト、おーお呼びしました。しかも、アスカさんが今一番会いたい人。おお、なんだなんだ。芸能人が来てます。インディアンス。インディアンス。あ、でもインディアンスのね、田渕さんとかね、そういうやっぱギャグとか自己紹介とかすごい来てるかもしれませんよ。他には最近なんかあのオドぜひのことがあったから、うん、あの若林さん。あ、なるほど。オドぜひの若林、確かにね。俺のことすごい気にかけてくれてるから、もしかしたら今日ここに来てくれるかもしれない。期待大だ。期待大ですね。今日お呼びした先生はこちらの方です。じゃあ皆さんで先生とお呼びしましょう。はい、せーの、はーい、テスト返すよ。田中98点、山田82点、小林さんの9点。出にくいわ。あの剣士、ハードル上げんなよ。超いい人、セブンさんでーす。地獄の振りよ。やばい、出にくい。こんなに望まれてないことないよ。なんなん、ちょっと緊張してる。してない。緊張してないわ。朝早いから眠いだけ。大事なあの声になる九点っていうところ、はい、ちょっとなんか声裏返った。声出んかった。なんでそんなこと言ったのか。声になる九点ね。じわ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 きた、じわじわきた。じわじわじゃなくていいの。気づかえもうちょっと面白かった。どうするリベンジ一発ギャグやる。リベンジ一発ギャグやる。ミン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 、グッジュバギーセミワイナー。俺帰った方がいいよ。いただいたんですけども、はい、アスカが、うん、今本当に会いたい人っていうのは間違いじゃないんですよ。間違いだろ。間違いだろ。いやいや、それこそ先月だったホリンピック夏フェスでありましたね、はい、エンディングの、はい、ライブ、はい、フィナーレライブ、フィナーレライブを、はい、キーちゃんとアスカは一緒に見に行ってたんですけど、はい、もうセブンが出てた時のもう2人の爆笑が、本当だよ。本当だよ。面白かった。本当に話してました。え、他の2人のつまらんから書いてあったの。あ、違う。なかなかね、こう夜遅かった。あ、そうです。ウイちゃんなんてもう家までイノシシ乗って帰らなきゃいけないから、そういうとこだからさ。つまんないって。いつもですよ。キータンとアスカ、本当ハマってて、うん、セブンの TikTok も毎日見てるのね。うん、見てます。本当。いや、でも毎日見てるの嘘でした。なんで。たまにまとめていいんですけど、毎日は見てないけど。1日1回投稿してるの。そうです、はい、毎日やってます。それもだってどれぐらいしてるの。今もう670日とか。そうだ、500万日って書いてあった。あ、じゃあ嘘ついた。俺嘘ついたわ。ギャグといったら、うん、名古屋芸人の中にやっぱセブンさんかなっていうのはあるんで、ね、そう、ね、本当に消去法で僕しかいないんでね、名古屋には。でも今さっき自己紹介見てもらったけど、ちょっとなんか味気ないって、はい、あ、もう全然しょぼい。でしょ。こんなんじゃねえ、新規のお客さんつかめませんよ。そうそう、だからインパクトが大事、ね、インパクト大事ですから。
でしかもちょっと飛鳥さんじゃちょっと真ん中入っていただきましょうか、はい、今日は飛鳥さん真ん中入ります。飛鳥、はい、さんに、はい、ちょっと今日自己紹介ギャグを考えていただけたらと思うんですけど大丈夫でしょう、はい、あ、もうもちろんもちろん。その代わり教えるんで全力でやってください。はい、あ、確かにそれ大事ですよ、ね、食い気味に来たわどうだっていう気持ちでやる。なるほど、はい、何個ぐらいどうでしたか、一応5つは5つの中で、はい、5つの中で面白かった、じゃあ3つだけを編集で多分、あ、わかりました、9と6段と変形でうちの、はい、また IP、はい、本当に面白かったら5個使われる可能性もあります。そうそうそう、本当に面白かったら5個使われる、本当に面白かったら0の可能性もあります。全部もうあるね、ガッコッチやねん。はい、はい、じゃあ1個目の自己紹介、じゃあまず最初はアイドルっぽいやつ、使えそうなやつ、確かに、はい、まあ、全部使えそうなやつがいいんですけどそうですか、本当に使うつもりなんですか。めちゃくちゃアイドルっぽい、もう王道マイル、もうギャグじゃないかもしれない。あ、なるほど、いいですか、はい、わかりました、お願いします。はい、グリーン担当アスカだよ、押してくれなきゃバンカー沈めんぞ、いやゴルフやないかーい、わーこちらですね、はい、ちょっと待って、はい、ちょっと待って、はい、5個あるうちでこれが一番アイドルっぽい、はい、一番アイドルっぽい一番アイドルっぽい、なるほどなるほど、はい、一回じゃあちょっと教えていただいて、はい、教えていただいて、アスカにじゃあ披露していただきましょう、はい、じゃあ前に行きます、はい、グリーン担当アスカだよ、押してくれなきゃバンカー沈めっぞバンカー、バンカー、ね、わかる、ゴルフのね、グリーンっていうところとバンカーの砂地っていうところをかけてあるのよ、うん、説明させてわかる、バンカー沈めるぞ、バンカー沈めるぞ、いやゴルフやないかーい、でゴルフスイングして、うん、ファーですね、あ、ファー、ファー、わかります、はい、わかりました、はい、じゃあお願いします。グリーン担当アスカだよ、押してくれなきゃバンカー沈めるぞ、ゴルフやないかーい、これはね、あの初見のお客さん、なんだなんだってなりますから、やばいやばい、いいんじゃないですか、これがあと4回続けてきました。いや、だってね、これが一番アイドルっぽいですよね、一番アイドルっぽい。で、どうでした、アスカさんやってみて楽しかった、楽しいですよ、はい、で、コール&レスポンスみたいにこうやってやった後に、みんなさんでパーッて、めっちゃいい、だって、このご時世だとね、厳しいけど、はい、コロナ開けた時にそうやるときはだから3人をやらなきゃいけない3人ももちろんやらなきゃいけないわーってやらなきゃいけない、誰と吹いちゃできる、なんで振るんですかなんで振るんですか、まあ、その晴れ物みたいなね、ギャグを出演者だから振るに決まってるでしょ、それやらなきゃいけないよ早速じゃあ2つ目じゃあ次いきますよか、まあ、じゃあ次短めのやつ、あー全然いいですよ、はい、まあちょっとそんなことないよっていうギャグですかね、一生懸命やばいです、はい月末になると化粧のりが悪いアスカです、明日か30日 5% ブッスこちらですね、はい、で、そんなことないよってお客さんからね、はい、お客さんにそんなことないよって言わせる、そうそう、で、そんなことないよって言ったらふんふんってそんなことないよ待ちのふんふんふん、じゃあ月末になると化粧のりが悪いアスカです、明日が30日 5% ベース、そんなことないよ、あ、いいよ、いい、あ、でもちゃんとコール&レスポンスを考えて入れてくれてる、そうですよ、やっぱアイドルですからね、さすが、やっぱりアイドルやってたもっとやってましたから、はい、名古屋エンジン、名古屋エンジンの白担当でういちゃんと同じですか、そうですね、はい、あ、でも間違えました、僕白い救急車担当でした、白い救急車担当、はい、あ、じゃあういちゃんもじゃあ今度から白い救急車担当、白い救急車担当でってやってもらわないといけないですよ、いや見てください、もうなんで振るんだよって本当に本当に、あ、じゃあもう早速じゃあ次3つ目の、はい、お願いしていきましょうか、まあ報告系の自己紹介ギャグ、あ、なるほど、はい、これも短いですね、あ、はい、お願いします。明日か今日の夜すき家食べる、大丈夫みんなのこともすき家、おーです、ね、おー、はい、なるほど、気まずいな何も言ってくれんと感想を感想を言ってくれんと、スキヤをかけた、スキヤをかけました、なるほどね、はい、これをお客さんが一緒にスキヤってやってくれる、そうですね、はい、あ、じゃあやっていただきましょう、はい、あ、じゃあその後にじゃあ俺もみたいな感じしますか、はい、オッケー、いいですね、いきます。明日か今日の夜すきヤ食べる、
大丈夫、みんなのことも好きや。あれそうやっぱり続くない承認欲求がすごいですね。リノさん、ちょうどあのセンターと向こうの温度差がちょっと上がりますけど、どうですか、リノチ。最初の方の迫力があるなるほど、尻下がり気味だそうです。あ、そうなんですね。じゃあ、どうしていきますか。はい。ちょっとこっからは、本当にアイドルとはもう関係ない。もうギャグよ。あ、ただのギャグ。あ、でも全然いいかもしれない。じゃあ、お願いします。はい、明日からあなたもアスカ推し。今日から推してもいいんだよ。グリーンだよ。ちょっとアイドルっぽくないかな。めちゃめちゃ一番アイドルっぽい。めちゃめちゃアイドルっぽい。こう昔あの志村けんさんがあのグリーンだよっていう聞いてる。知ってます。あ、知ってた。知ってます。あ、知ってた。知らない。あ、知らなかった。あそこでじゃあジェネレーションギャップ。こうビールのね CM でね。そうです。はい。でグリーンだよはコーラのレスポンス。なるほど。はい。じゃあお願いします。はい。行きます。明日からあなたも明日かおし、今日から押してもいいんだよ。グリーンだよ。あーいいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。まあアイドルっぽさはないけどね。いやアイドルっぽさしかないんでこれが最後ですね。まあ結構なんかそのいじられキャラでアスカちゃんのこと聞いたんで、まあいじられキャラっぽい自己紹介。おー、なるほどなるほど、はい、確かにあのね、そうちょっとおバカさんのところあるから、ね、あ、もうまだ会って数分しか経ってないけどバカなのは分かりましたそんな感じで、はい、お願いします。今日も可愛いし、アスカはいい。ねえ、アスカはいいとか言わないで。こちらですね。あれ、滑った俺あの、全部滑ってる。全部滑ってる。いきまーす。今日も可愛いし、アスカはいい。アスカはいいとか言わないで。お、いいじゃん。お、いいじゃん。いいじゃないですか。思ったよりクオリティ高いですね。本当ですか、受けてはないけどね。え、どうですか、聞いたの。すごく。あ、よかった。あ、よかった。多分、ラタイ TV の中で一番笑い崩れました。あら今までのラタイ TV の中で一番。おっ、後でお金あげるね。これからは説教ですよ。今まで一緒にずっとやってきたんですよ。そうですね。大先輩簡単に越されちゃった。ハードル低かったっすね。ラタイ TV! 今からじゃあ、最後に決めていただきたいと思うんですが、うん、あります、どれがいい。いや、2個迷ってます。あ、2択。3人じゃその2個の中から多数決決めてもらう。あ、いいじゃないですか。くっつけれないですか。くっつけてもいいですよ、オリジナルでやって。オリジナルで、はい、くっつけてくれるんじゃないですか。どれかどれによるんじゃない。最初と最後です。最初と最後か。最初と最後ってくっつけるって、うん、もう分離してるんだよ水と油なのよ、うん、最初と最後はどんどんアイドルに寄せていってるっていうやつなのよ。最初のはもうギャグなのよ、ただの自己紹介じゃないのよ、あんなのは。そういう流れだったのね。そうですよ。そう、はい、アイドルっぽくどんどんしていきますよ。恥ずかしいな。そういうセブンのお笑いのテクニックなんだ。そうですよ。誰も気づいとらん。分かった。最初だけ、うん、明日の19日に最初のギャグだけやって、今後は最後のやつ使います。なるほど。もう一回やってみてほしい。ああ、いいじゃないですか。見てみたいな。バタイ TV グリーンちゃんとアスカの絵を押してくれなきゃバッグは沈めんぞ。いや、ゴルフやないかーい。ファーいいいいですよ。じゃあ決定。え、これどう思いますか。リノチ的にはでも5個なんかどれが良かったとかありますか。一番最初の印象が強いし、あんま思ってえ、ういちゃんは、自分がやりたいのルイちゃん見守りしてきたの。なるほどね。聞いたろ。今と同じ。まあ一番最初以外覚えてない。まず決めちゃってください。もうだから自分の中で決めたやつを最後にもう一回やっていただいて。あ、そうですね。明日19日テキコインがありまして、そちらの自己紹介の時に急にやりますので。これを流れてるの時はもう想定公演が終わってしばらく経った時かもしれませんが、ここで答え合わせができると。多分明日見る方はえっていう、ただの戸惑いが、ね、そうですね、絶対になりますね、はい、会場に戸惑いが流れるけど、はい、こういうことになったんだよって答え合わせが。じゃあ飛鳥さんお願いしていいでしょうか。はい、お笑い間違えんなよ。えー、何これ何でもないですよ、何でもないやりたいやつでいい、はい、いいと思いますので、それではアスカさんの自己紹介お願いします。
もかわいいし、アスかわいい、アスカは嫌だとか言わないで、はい、みどりさんとアスカです。まさかの5番目です。そうですね、そうですね、てっきり1番目だと思ったな、今なんか、5番目始まった瞬間、僕とハチ子さん目合わせました。王と裏切られたと思った、ね、そうですね、こういうお笑いもあるんだ。まあでも自分がやりたいやつですね。まあそうですね。明日はそれをやるってことですね。はい、グリーンさんもアスカだよ、押してくれなきゃバンカー沈めるぞ。いやゴルフやないかい。わー、よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はね、こうセブンさんに明日の自己紹介を考えてもらいましたけど、はい、どうですか、キータンは。あ、私も欲しい、私も欲しいか、そうっていう台本だったんですけど、キータンが全然言ってくれない、はい、このまま話題 TV 終わるかも、俺の時間的に終わりなんかな。せっかく作ってたのにな。今日だけはちゃんと固めとかんと。怒ったりのノリノリノリノー。今のはちょっとあんまハマんなかったけど、今こう成長してる時なので、はい、あれ面白かったよね。